ロボット三成君に案内してもらいます。三成君こんにちは。三成君どこですかね。決戦の場。三成君早い。三成君って名前なんだ。ここですか。決戦地を紹介します。石田三成を討ち取るために黒田長政や細川忠興など東軍諸将が幾度も攻め上がり激戦を繰り広げた場所です。現在は広大な田園の中に国史跡を示す石碑があるのみです。写真左奥に見えるのが石田三成陣地です。南東から北西に向かって登る緩やかな勾配があります。武器を持って攻め上がる東軍の気持ちになって散策してみてはいかがでしょうか。無数の傷つき倒れた人馬が横たわる光景が広がっていた場所に夏はひまわり、秋はコスモスが咲き誇ります。